映りまくりですけど、いいんすかね。今日はここに設置してしかもバッテリーも置いてるからずっと撮り続けられる。こういう小型のカメラのもう24時間誰でも盗撮できる時代。あ、すごいっすね。恐ろしい。高いんですか、やっぱ4万くらいだから。あ、じゃあそんなにめちゃくちゃな、私のビデオ機材とかに比べたら全然ですよね。そんな値段でここで見れるんですよ、だから今撮りに。あ、撮ってて見れるんですか。だからこんな風にこれ液晶ついてないんで。すげえ。まるであの競馬中継をそこでやってるのに競馬場に行ってそこで見てるみたいな。でもその方が安いんだけど、競馬見に行ったんですけど、ジェノベーゼがめちゃくちゃ遠くて結局みんなこの辺りそうそうそう、ありがてプロレスとか絶対そうそう、あれ空気を味わいに行くみたいな。競馬懐かしいな、行ったことあるのかこれ。なんか地味にローキックとかで倒れてるから、え、今何が起こったの。なんかローキックが痛かったらしいよみたいな。わ、これで8000円かみたいな感じになっちゃう。プロレスはね、本当なんかリングを縦横無尽に使ってエンターテインメントしてくれればいいけど、K-1 超地味だから。そうですよ。グッて当たったらもう、はい、痛いって言って終わっちゃうでしょ。ああいうやつ、エアラブルカメラだから。